TBS チャンネル1ん？チャンネル1だったよね。さっきリツイートしたんですけど、チャンネル2だった。違う、フジテレビ2だ、間違えちゃった。フジテレビ2です。ニコラブ、あ、見てるよって、ありがとうございます。あきららさん、キュンキュン、ありがとうございます。今ちょうど再放送をやってて、10時からは本編があります。そう、ちょっと今ちょっとね、峯岸みなみさんの卒婚のアフタートークを見てて、そう、指原さんが終わったので、出演が終わったので始めました。そう、ごめんなさい、だからちょっと遅くなっちゃったんですけど。あ、ちょうど可愛い微生物、えい、なんかやってた、何やってたっけね、賛成わーみたいな微生物チェックしてくださいこんばんは。カープさん、リップありがとうございます。明日は全国ツアー愛知です、イエーイ愛知。あ、そうだ、ネイル変えました。どうですか、ここ2日間、ここ最近の2回とまた違った色にしてみました。ちょっとコーラルピンクにしてみましたが、いかがですか。あ、卒婚行ってきました。おお、どうでしたか。私も17ライブで見させていただきました。ナイルかわい、やった、ナイルさんかわい、ポールさん似合う、ありがとうございます。新しくどうですか、いい色ですかなんかね、ここ最近に2回ぐらい、そのピンクとあとオレンジ系もやってたんですけど、これも結構好きです。また違った感じにの感じになってます。ただね、やっぱネイル落とす時にね、薄い爪が剥がれちゃってるから、すごいね、ほら、これ分かりますか、ここ剥がれちゃってるんですよね、爪が。ピエンピエンピエン、ひろたんさんかわいい、トラシさんかわいい、ありがとうございます。明日ネイル取っても大丈夫です。でもこの後お風呂入るので、ちょっと剥げないように気をつけたいんですけど、みんな分かんないかもしれないけどコーラルピンク可愛いですよね。ポールさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、コンタクト、そう、コンタクト昨日帰ってきて、コンタクトを取って洗ってたら欠けてて、ってなって、今日コンタクト買いに行きました、左目だけ。そう、気づいてよかったって思ったけど。マサさん、四つ葉ありがとうございます。どのタイミングでかけたって思ったけどね。そう、あきららさんかわいい、ありがとうございます。そうなんですよ、怖いですよね。そう、そんなことあるんだ。そんな、だソフトなんですよ私、コンタクト。そうだからね、ライブ中もなってたんですかね、わかんない。撮って洗ってる時に、そう、コンタクトは長期型です。だからすぐ買いに行きました。何かわかんないけど、眼科、あ、眼科じゃないのかな、コンタクト屋さんのやつです。そう、かけらはどこにあるかわかんないです。そう、ソフトがあんな感じに欠けていることあって、えっと思いました。あ、17ライブ終了しましたそう、ソフトでかけ、あんなかけ方するの見たことない。洗いながらビリとかはあるかもしんないけど、そう、びっくりびっくりびっくりでしたね。としなりさんかわいい、ありがとうございます。そう、ワンデーもあるんですよ、ワンデーもあるんですけど、長期型をやってて、なんか夜遅い時とかめっちゃ疲れて、次の日めっちゃ疲れて寝ちゃいそうだなっていう時はワンデーにしたりとか、泊まりの日とかはワンデーにしたりとかするんですけど、そう、そうなのです。でも眼科も行って、なんか傷ついてないって言われたから大丈夫です。こんばんは、ありがとうございます
だから大丈夫、ご心配なく。そう、明日は万全で行きたいと思います。そう大丈夫。そう、昨日の夜ね、昨日の夜と外して気づいた。うん、外して気づきました。そう、傷ついてるから、あ、いや傷ついてないから、これからもあのコンタクト使いますって言われて、よかったって思いました。さしこいのちさん、キュンキュン、うすしおぽちさん、やつばメタルンさん、タコ、ありがとうございます。いや年数は経ってないで、変えたばっかりです。まだ半年くらいかなですだったんですけど、なんか破れちゃったから。しこいねさん、キュンキュン、ありがとうございます。明日の髪型ね、明日の髪型決めてないんですよね。髪子タイムどこだろう、同じかな、この前と。そうしたらどう、何の髪型がいいかな。何かありますか、なんかありますか。でも結構元気な髪型がいいなって思ってます。ひつまぶしは食べる時間ないと、時間っていうか普通に外で外食はねしにくいですよね。明日配信見るね、ありがとうございます。昨日羊やってたからちょっとそ、あ、昨日か、昨日羊やってたから、それとはちょっと違う感じにしたいなって思いますけどね。あとツイン系が多いから、ちょっとツイン系じゃないやつもいいけどね。シャチホコってどういう髪型ですか。難しいけど、今日ピュアリーナ行ったと思ってた、17ライブで見させていただきました。アフタートークまで見させていただいて、ちょっと最後の方はね、指原さんがあの何ご退場させてから、されてからはショールーム始めちゃったんですけど、そう、まあちょっと明日の髪型も考えます。だいたい当日にこれって決めるんですけど。ケンケンパさん、かわいい、ありがとうございます。うん、ご当地ヘア、もうね、最近はもうね、ご当地ヘア難しいんですよね。難しいのですよ。こんばんは、ありがとうございます。ご当地ヘアはね、髪型はメンバーに相談したりする時もありますし、しない時もあります。メイクは最近はここにリリミュー入れてます。明日も入れようと思います。どちらね、ハイチっぽい髪型ね、考えときます。そう、なんかまあぽい後付けで後付けを考えときます。でもまあ大体カメ子さんタイムのタイミングで考えてます、いつも。ガス空いてきちゃった。今日はあのチヂミを食べてからは何も食べてない気がする。イエイ、明日の朝なんか食べます。真っ白しろすけさん、かわいい、ありがとうございます。そう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。日帰り、うん、日帰りはね、なんもないと思う、なんも食べれない。うん。あ、引っかかった、椅子に髪の毛が引っかかった。名古屋巻きってあるんですか。ゆめちゃん、欲しい、ありがとうございます。まあちょっと
と考えます。明日ウェンディー友達連れてく、お、いいですね。取れました髪の毛。よきよき。今日 USA トリプル食べた、いいですね。いいな。私はあれが気になります。ワイルドロック。次はワイルドロック。あとね、ベーコンダブル、ベーコンダブルみたいなのも気になったけど。八岡さん欲しい、ありがとうございます。でもなんかあのあれは何でしたっけ、ワイルドロックはすごい、なんだっけ、低糖質だっけなんですよね。でも絶賛愛知の準備中、私も準備しなきゃ、メイク道具入れなきゃ。ベーコンダブル美味しいですか、気になっちゃう。お腹すいた。ベーコネーター、ベーコネーター、恋のちさん花束ありがとうございます。今日の峯岸さんの卒業コンサート、皆さん見ましたか。恋のちさん欲しい、ありがとうございます。すっごい合格じゃなかったですか。すごい、まあ峯岸さんが最後の1期生だからっていうのもあるけど、すごい1期生の方々と卒業生の方々すごくあのたくさん来ていらっしゃって、やばかったですね。沸きました。たけるんさんキュンキュンありがとうございます。はいですよね。すごかった、夢中だった。トレンドで見てすげーってなった、すごいですよね、本当に本当に本当に。最初だって高見菜さんがリバーのセンターっていうか、あのインユアって言ってる時、あれ昔の映像流れてるのかなって思うくらい、そう、なんか なんだろう、あの時と変わらないパフォーマンスでしたね。ゆめちゃんバラありがとうございます。しかも映像の後だったからあれみたいになりました。そう。ユアじゃないか、あ、AKB か、間違えた、ビギナーになっちゃう。あ、コンサート17ライブで見させていただきました、ピアーリーナ。しかもあそこに私たちも立てたんだっていう風に最初は見てましたね。そう、 AKB だとね、大島優子さん推しでした。今でもね、あ、今は変えちゃったんだ、あのロック画面が大島優子さんと矢吹奈子さんのツーショットにしてた時があります。ずっとイコラブ入ってからもずっとしてたけど、1年前ぐらいかなに変えた、変えちゃった、違うの、なんかポエムみたいなやつにしちゃった。ポエムじゃないけど。さしこいのちさん星ありがとうございます。ヘビロッテ沸きましたよ。っていうかもう何ですか、あのミヨンさん、向井地ミヨンさんがヘビロッテやって、その後のこのテケテケのところのやつで、うわーやばい、これは来たってなりました。ヘブンさんバラありがとうございます。仕事は終わる時間だ、今日も毎月。全然ポエム、全然ポエムじゃないけど、なんか心に来るようなやつでした。やつにしてました。今もまた、もう今も違う、今はもうひまわり。ヘイブンさんバラ
ありがとうございます。そう、来た、これは来たでしょってなりました。最初あのシルエットしか出てないんですけど、栃木行きます。とうこさんありがとうございます。初見ありがとうございます。そう、カメオみたいな、そうそうそう、こう上がっててシルエットだけで、みおさん後継者ですよね。あ、前髪切りました、どうですか。でもお風呂入る前に切っちゃったから、本当はお風呂入って切ってからショールームやろうと思ったんですけど、ちょっと見入っちゃって、配信配信見入っちゃったから、ちょっと髪の毛チラチラ見ながら切りました。どうですか、巻いてないんですけど大丈夫かな。ヘイグンさん可愛い、ありがとうございます。こんばんは、名古屋からありがとうございます。前乗りですか。そう、指原さんも出演されてましたね。トラッシュさん可愛い、ありがとうございます。シースルー前、まあちょっとシースルーかもしれない巻いてないからちょっとバラバラだけど。エリさん初見可愛い、ありがとうございます。全然眉毛とリップしかしてないのにありがとうございます。今日アイメイクしてなくて、してなくて。ヘブンさんキュンキュンありがとうございます。そうねえ、指原さんもね、最後のアフタートークも出演されてましたもんね。ほぼすっぴんです。そう、眉毛とリップだけ、あとここのアイシャドウがあれば完璧なんですけど、落とすのがちょっとめんどくさいからしなかった。もうね、慣れてきちゃったこれでショールームするのに。もちろんメイクちゃんとしてた方がなんか漏れるんですけど、もうねだいぶ慣れてきちゃった。そうアイメイクしてるような感じですか。そうかな。バブリーですか。僕らも慣れてきました。まあもう特別感はないですよね。完璧すっぴんはでもリップはしてるかもしれないし、このね、あの配信はですね、あれなんですよ、あのね、美肌モードというものがありますから、お肌はねいい感じに見えるんですよさっきお風呂上がりにアイメイクして配信してる子で落とすの大変私はオイルだから、メイクは、うん、3% ぐらいですこれ眉毛とリップしかしてないもんね、存在感お強いですか。本当にすっぴんだと本当になんかやる気なさそうな目に見えるんですけど、ヘブンさんオープンありがとうございますう、同じグループの子誰誰ですか。落とすの大変、普通モードにしないですよ。ニキビちゃんもいるし、角度によってともさん、あら、あ、違う、花束ありがとうございます。安藤さんビーナー楽しみおしょこありがとうございます。妹もしょこですか。でも絶対しょこって呼ばれてないと思うしょこって珍しいと思う、しょこって名前で。ヘイブンさんだるまありがとうございます。明日はそんなに早くない気がする。めっちゃ早いわけじゃない、あれ開演がいつもより遅いですもんね。真っ白白助さんキュンキュンありがとうございますクマなくなりました。多分なくなった、うん、ほぼ。なんかこっちだけすごい、なんかなんですかね、配信じゃ見えないんだ
なんかここになんかちょっと色ついてません？ここ。これなんですかね。ここ、これ、ここは涙袋じゃないですか。これ、ここ、これなんなん？これクマですよね絶対。やだわー、でもあんま気にしてないからな。ルイさん初見楽しみましょう。こありがとうございます。お風呂早くは入らないですね。あゆりん殴られたのはこっちです。殴られてない、殴られてない。これで明日ショールーム、いや帰りどうですかね、できるかな、わかんないけど。そうなんかここありますよね、前からありました。これ私が気になりすぎてるだけ。虹の元始まった。眩しい空が苦手なんだ。トノさんだるまありがとうございます。二重広くなってない、狭くなった、むしろ狭くなってないかな、こうやってやったらほら狭くなっちゃった。言われたら気になってきたね。こっちなんかここだけなんかほら、ここ。え、ぜひお話し会来てください、ルイさん。嬉しい、むしろ嬉しい。ありがとうございます。いつでも待ってます。たっぷり寝てるつもりなんですけどね。つもりなだけで。起きちゃってる、起きてはいるかな。今日も朝更新しましたっけ、私覚えてないけど。さしこいのちさんリップありがとうございます。ここね、ここまああんま気になんない、あんま気にしてない。気にしすぎると、気にし始めると気にしすぎちゃうから。くまま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 。だったら教えてよ涙の行方、響くチョークの音、感情ない教師、死んだオーディエンスを見ないふりしている、顔色伺ってバリアを張ってるの、早く気づいてほしい、弱い自分は嫌だが嫌だ。ちょ曖昧、いちんちょこちょこ曖昧。いちいち曖昧は違うか。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。君は私をどう見てる、ただ吹く風心を削る。誠さん音符ありがとうございます。ケトゥさんキューキュンありがとうございます。はいまい、かすり傷はやがて骨にしみるよ、眩しい空が苦手なんだ、嘘も見透かされそうで。ちょっと歌詞が曖昧だから、いや諦めます。ポールさん音符ありがとうございます。一縷の光なんて、ああ誰が言ったの、光が正義なのか、だから眩しい空が苦手なんだ。諦めない。落ちサビ、もう落ちサビ。さしこいのちさん音符ありがとうございます。公開リハーサル
私リハーサル？太陽みたいなその笑顔をちょっと怒ってすねたくぼう。あきららさん、音符ありがとうございます。明日はシャッフルユニットどうですかね。ショコリサで虹の元見たいですか。逆に聞きます。ま、見てみたさは誰でもあると思うけど。ヘイブンさん、キュッキュッありがとうございます。どんな感じになるかなって感じですよね、もしやるとなったらね。みたいに決まってます。好きな好きな人をさわよう、さわよう君。背景あなた様難しい。早すぎる。チャチャラチャチャラ。難しいな。不幸になれ永遠に永遠と。届いて背景あなた様、今どこで何をしてますか。難しい、ちょっと難しいな。まだ何回も聞いてるわけじゃないから。ねえ、こうでしょ。わかりますか、こうやって書いてるんですよ。ドパンさん、音符ありがとうございます。ちっちゃなちっちゃな。埼玉に2階席って女の子少なかった。いや、変わんないと思います。多分あの女の子男の子とか分かんないけど、遠くてね、2階は。同じだと思います、男女比。大体大体大体ね。式かと思った。始まりますか皆さん、フジテレビ2をご覧ください。見れる方、フジテレビ2。こんばんは。勝手に始めたからね。始まりますよ皆さん。ちょっとかぶっちゃうけど許してください。再放送から見てありがとうございます。フジテレビ2。これは見れる方と見れない方いらっしゃいますもんね。シャープ2。ヒントは私の写真だったかな、昨日の。負けても戦え立つんだキアラちゃん。はい。国をすべくに英雄大工もすべて平均の私。薄塩ポチさん、タコありがとうございます。誰がどう見てもどこにでもいる16歳。ちゃ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 。チョコちゃん沼ハマってます。ありがとうございます。まなかさん、やったー、ありがとうございます。始まった、イエーイ。今何ですか、今何してますか。あの頃のキアロさんすぎて本当に。だから背伸びだーですよ。イエーイイエ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 イ。ほら可愛くなりました。キュンです。
己紹介してますか？可愛い自己紹介中？何したかな私。可愛い自己紹介。すみちゃん初見。こんばんは、ありがとうございます。テスト勉強しないとだから少しだけ見に来て、ありがとうございます。少しだけでも見に来てくださって。あ、冷やし中華の話してますか？ごまだれの話してますか？冷やし中華が大好きです。大好きピー。ごまだれ派です、圧倒的に。あれかな、大人、もっと大人になったら変わるのかな。コラボの、イコラボの子ですか。ごまだれ派です。ごまだれだったら麺だけでいけちゃいます。糸葉さん、ビーナーありがとうございます。埼玉公演全力のダンスと笑顔素敵だって、ありがとうございます。しゃぶしゃぶはごまだれ、うん、あ、ごまだれが好きかな。でもポン酢でも美味しい。さっぱりいきたいときはポン酢にしちゃうから。皆さんハッシュタグイコラブアイでつぶやいてください。これ絶対絶対です。ずるずる。こんな気持ち二度とないでしょう、月はゴール知らずに走る、ありがとう。フフフ。君はイコールラブを愛せるか。ずるずる。ずるずる始まりました。これからたくさん押していきます。ありがとうございます。はい、ドア開いた。七時ちょうど発の電車のとこですけどね。じゃあ皆さんのハッシュタグイコラブ愛を見ます。はい、イコラブノンになっちゃった。これは今日のインスタグラムはコラボ愛のセットが可愛いっていうのを載せました。見てくれたかな。それそれ、マイカの顔がいいって何個か来てる。それで、ズルズルです。今見てます。ここにコメントしながらツイートは厳しい。ゆひめさん、キュンキュンありがとうございます。今見てまーす。あ、確かにズルズルの衣装じゃないから、確かに。体二つ欲しい。さしこいのちさん、キュンキュンありがとうございます。ソロパート、私のソロパートですか。無理なんてことは分かっている、分かっているのに、わわわしか似ない、わわ。得意な料理はキーマカレーです。
ビジュが強いって。ひとみんが歌っとるって。確かにね、ツアー来てない方とかだとね、わかんないですね。しょこちゃんのショールーム見てね、ありがとうございます。まだよりさんの写真集の前、確かに髪の毛長いから。よく気づきますね、皆さん。すごい。エアソロバートでいい、ありがとうございます。キアラと対決してほしい。いい勝負ですよ。キアラと同じぐらいのレベルですね。ハゼちゃん、トントイ、ありがとうございます。最高だって。やったね、やったね、やったね。こんばんは、ありがとうございます。明日は愛知、楽しむぞーい。お、明日新幹線で名古屋向かいますか。今向かってるのかと思った。明日楽しみにしてます。私もヘイブンさん、音符ありがとうございます。今日の夜お風呂入って寝る前に確認しようと思います。荷物は多くないです、全然。なんかいつも、前も全泊だった時があったんですけど、茨城かな。そう、全泊だった時に私が「え、今日泊まるの？」っていうぐらい、あの荷物が少なく、一番少なくてびっくりされた。ダンスの先生に乗った瞬間。さしこいのちさん、音符ありがとうございます。ライブの時自メイクです。そう、新幹線移動名古屋ぐらいがちょうどいいですか。私は長ければ長いほど楽しいけどね、なんか遠く行ってるなって気分になる。荷物の、荷物、逆に荷物多いのは長たん一泊だけどキャリーで来る時とかある。逆に何入ってんのって思う。私からするとね。とか、なんかまあトートバッグ3つ持ってたりとかするメンバーがいたりとかですかね。あ、企画始まりました。サンツいなくなっちゃった。今日は体力テスト、イエーイ。コラボ愛、まあ、あの写真がヒントになったことでしょう。あれめっちゃ飛べそう、飛べなそうな私じゃなかったですか。写真見ましたか皆さん。ウェンディンズ6回も行ってくださったんですか。てるいさん、しょこちゃんコースターゲットできました、ありがとうございます。こんなたくさん見てくださって。棒高跳びやったことありますよ、中学の時。小中学校でやったことある。しょこと、よりさん無双するのではって言われてる。今見てます。
ショコ過ごそうって言われてるけど、なんで？あ、棒高跳び、これか。走り高跳びはやったことあるけど、棒高跳びはやったことないです。やり投げやったことない。それ陸上部がやるやつですよ。はじちゃんファイト、ありがとうございます。バナナさんパチパチパチ、ありがとうございます。アピールしたから、なんでアピールしたっけ私。あ、スポーツできますみたいな感じ。すごい。バナナさんパチパチ、あ、今見読んだか。ハンマー投げやったことないですって。同級生とかはやってたりしてた子もいたけどね、陸部で。テニスとマラソンアピールしてた。なんか恥ずかしい。私も上体反らしはあれですよ、全然やっ、上体反らしなんていつやったって。てかそんな測る種目もなかったし、上体反らしを測ったのが初めてです。私は、そう、私陸上部じゃないから、私長距離が得意なだけなんですよ。いつも思うけど、そう、あの嬉しいですよ、あのスポーツできるとか運動神経いいって言っていただくの嬉しいんですけど、何でもできるわけじゃないです。そう、さしなぎさんリップありがとうございます。あ、上体起こしの方が得意だったな。ちょこちょこ皆さんのやつを見てます。座高高い人が有利なんですか。上体反らし、まあ、メイヤがやってるんですね。はなちゃん、なんかもうね、だいぶ前だからね、撮ったの懐かしんでる私は。上体反らしやんないですよ。上体起こしはやりますけど、あとあれ、あの長座大前屈、バナナさんパチパチパチ、さしこいのちさんキュンキュン、ありがとうございます。そう、もうやんないですよ。はなちゃんですね。すごい昭和の女ってめっちゃ58だった。もう自分の記録も覚えてない。キャタン行きます。あれ、リサは落としまさん、リサすごーって。キャラ、最年少越しやりました、面白い。ね、キャータ本当にね、いろんなとこ釣る、すぐなんか足つった足つったとか言ってるイメージある。シャトルラン21って早い方じゃないですか。そんなことないのかな。めっちゃ草生えてるけどね。ヘイブンさん音符ありがとうございます。やっぱ私収録をねしてるから、ポンポン進んでる気持ちになるね。だいぶ前ですからね。
ヘブンさん音符ありがとうございます。なたそう割とポンポンいってる気がする。すごい早い。皆さんいっぱいありがとうございます。ハッシュタグツイート、なたすごい。本当にあの実況が面白い。マイカちゃんすごい。もうみんなすごいじゃないですかね。みんなすごいですね。マイカさんすごい。あ、トレンド入ったんですか。嬉しい。ひとみさん今、あ、もう次じゃないですか。たきわき、佐々木おばあちゃん、ケンパチさん、キュンキュン、ありがとうございます。ショコちゃんなら80。こっからここで80ないか無理ですよ。80あんのかな。すごい、ま、佐々木おばあちゃんって言われてる。ショコちゃん次です。これあいうえお順なので。宇宙っていっぱい言ってる。滝脇可愛くなったかな。今瞳が終わったかな。あ、ショコ、ショコです。さしこいなちさん、かわいい、ありがとうございます。はせちゃん、星、ありがとうございます。声裏返ってる。声裏返った。なんか私すぐ声裏返ったりガラガラになったりするんですよね。うん、柔軟。柔軟か高音。やったー、やばい、普通にすんなってた今。やったー。これ裏返るかわいい。やったね、すごい、やったー。携帯じゃんってどういうこと。携帯じゃんってどういうことだ。なんかさっきも来てた、よりさんね、意外とそう、みんなすごいですよね。状態そらし、よりちゃん携帯じゃん、あ違う、わかんないや。ポン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 見てる。トレンド入りありがとうございます。皆さん、これ日本のトレンド入りってあのランキングに入ったらもっと上ってことですよね。ランキング入れたいですね。そう、割とガチ。人の状態そらし面白いですか。黄金さん、ブラボー、ありがとうございます。アザラシ
私背筋すごいんだってこれで知りました。ルハイさん、キュンキュン、ありがとうございます。一応おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。確かに性的にね、背筋柔らかいのいろいろいいんですか。へえー。すごい、みんなありがとうございます。ハッシュタグイコラバイ楽しい、これ見てるだけで。芸人ってコメント見ちゃった。あ、イコラブ芸人って。いおりさんおっさんみたいな声で後で見たいな。後で多分見れるんですよね、いつも見られてるか。変なツイートできない、いっぱいツイートしてください。全部こう一文字一文字見てるわけじゃないのでね、ごめんなさいですけど、ピャーって見てます。すぐシュポシュポしてます。沖縄さん、リップありがとうございます。監視、今監視中、ハッシュタグイコラバイ監視中です。ふふふ、ちゃんが考えたやつをそのつんが、なんだなんだ、あ、一言ね、そのつんが言ったんだ。知らなかった。ひょこちゃんタグ見てますよ。わあ、見たい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 。私が考えたかわいいセリフ、サナツが言ってんの見たいな。滝は期間支柱です。あ、コント入りました。まあそろそろちょっと後で見ますね。ハッシュタグイコラブアイ。皆さんのコメント、あ、みんな見てるんですかね。見てないよって方もいらっしゃいますよね。ごめんなさい、すごい見ちゃってタグ。明日は全国ツアー、ズルズルも見れますね。可愛い衣装も見れますね。髪型どうしようかな。見てないです、すいません。あとでね、なんか見れる、あ、でもあれですかね、たまに地上波でやったりするから、それとかでね見ていただけたら嬉しいなと思います。髪型まだ決まってないです。あ、明日髪手から仮面越しますね。こっちかな、見つけます。
こんばんは、ありがとうございます。皆さんイコラバイ、フジテレビ2見れる方はイコラバイチェックしてください。よろしくお願いします。後でタグ付け見に行きます。明日、まあ明日もドキドキ。でもステイで以来ですね、福岡じゃ名古屋はスペイベイライに行きます。楽しみ楽しみ、ワクワクです。一緒に楽しみましょうね。配信見てくださる皆様も一緒に楽しみましょうね。あ、そうだ、じゃあツイートしよう。ツイートします。ツイートは昨日、亀子さんが撮ってくださったお写真を載せようと思います。みんなツイート、よし、1,2,3,4枚載せようと思います。よし、載せました。皆さんツイートしましたよ。あ、イコラバイはまたツイート言えなかった。イコラバイはまたツイート見に行きます。ぜひぜひお願いします。そう、明日です。一発ここでプチかまそう。昨日撮ってくださった羊さんヘアのぶちかまの写真です。ぜひリプ、リツイート、引用リツイート、いいね、よろしくお願いします。後で見ます。さしこいのちさん、キュンキュン、ありがとうございます。ぶちかましましょう、明日も。何発もぶちかましましょう。言えなかった。楽しみにしてます。髪の毛です、髪型すごい可愛かった、嬉しい。トハさん、ありがとうございます。右ストレート。撮ってくださった皆さん、ありがとうございます。まだまだいっぱい保存してるので、しかも違う衣装なので、今までと亀子タイムがなのでまたたくさん撮ってください。よろしくお願いします。ということで、そろそろ終わろうかな。半分ぐらい実況しちゃったんですけど、引き続き見ていただけると嬉しいなって思います。明日の準備をしてゆっくり休んでいきたいと思います。楽しみましょう、一緒に。明日では、まずランキングを読みたいと思います。楽しかったです、よかった。置いてきぼりになっちゃった方ごめんなさいね。最後キノコ出すやつです、マリオ。ポインって。ということで、ランキング読みます。ランキング13位、タケルンさん。12位、ケンケンパさん。11位、ワッフさん。10位、七色さん。9位、とっちゃん。8位、ゆきだんごさん。7位、ことらちゃん。6位、バンダナさん。5位、さしこいのちさん。4位、としなりさん。3位、ポールさん。2位、あきららさん。1位、ひろしさんです。ありがとうございます。2列目、ゆいさん、黄金さん、ささパンダさん、フィズニャンさん、ヒッキーさん、人生じいちゃん、ファインゴールさん、ヤマコさん、シェリヘイさん、しんやさん、アリスちゃん、大津さん、たーくん、ペンタさん、マーシーさん、アミちゃん、ハセちゃん、イモキチさん、クルクルさん、マチオカさんです。ありがとうございます。ありがとうショコラ。明日も一緒に楽しみましょうか。よろしくお願いします。3069人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてひろしさん、ありがらぶれた、ありがとうございます。ということでですね、スカイさん、お疲れ、ありがとうございます。明日は
全国ツアー愛知になります。そしてあ今日のお昼に新しいグッズ販売始まりましたので、よかったらチェックしてみてください。ハートの缶バッジだったかなと、生写真、新しい生写真が出ましたので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。明日愛知県来てくださる方、そして、配信見てくださる方、一緒に、楽しみましょう。よろしくお願いします。明日の髪型も楽しみに待っててくださいということで、そろそろ終わりたいと思います。明日も楽しみましょう。さっきツイート、インスタグラムももう更新してるので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。親チョコ感謝ありがとうございます。バイバーイ。初見の皆さんもありがとうございました。よかったらここら辺のハートピンクにしてください。おやすみなさい。よいしょこ。